ボマルツォの風景、ボマルツォ作品34は、アルゼンチンの作曲家、アルベルト・ヒナステラによるオペラ。スペインの作家、マヌエル・ムヒカライネスが1962年に発表した、同名小説をもとに、1967年に作曲された。二幕。16世紀イタリアのボマルツォ君主であった、ピエール・フランチェスコ・オルシーニを主役とした作品である。 世界初演は1967年5月19日にワシントン DC でオペラ・ソサエティ呼ぶワシントンによって行われた。1968年3月14日にはニューヨークシティ・オペラによって同内容の公演が行われた。また、イギリスでは1976年11月3日にイングリッシュ・ナショナル・オペラによって ライオネル・ソルターによる英語翻訳版の初演が行われた。作曲家の祖国アルゼンチンでも1967年8月4日にテアトロコロンにおいて初演が計画されていたが、当時のアルゼンチン大統領であるフアン・カルロス・オンガニエアヤが作品に性的な表現が含まれているとして上演の差し止めを命じた。そのため、 アルゼンチンでは1972年までこの作品が上演されることはなかった。このオペラは12音技法や4分音など様々な作曲様式を取り入れている。また、大イ幕は前奏曲と15の場面で構成されている。ピエール・フランチェスコ・ルシーニが作らせた彫刻ボマルツォの君主ピエール・フランチェスコ・ルシーニは 先生術師シルビオでなる荷が調合した。飲めば、不死になれるという魔法の薬を口にした。しかし、これには、毒が入れられており、その毒が作用し始めると、ボマルゾ君主は、フラッシュバックを起こし、彼の人生を思い出し始めた。彼の父は、若いピエール・フランチェスコを、骸骨が踊る部屋に引き入れた。その後、 彼の父は戦死。その後に、ピエール・フランチェスコは、フィレンツェで、若い上婦テンペシレーアンの部屋をたびたび訪れた。しかし、彼は、彼女の鏡張りの部屋で、不安に満ちた、自身の姿を目にする。その後、ピエール・フランチェスコの兄、ジローラーモが、崖から落ちて死亡した。そのため、ピエール・フランチェスコが新しいボマルツォの君主となった。その後彼は、 彼の弟であるマエル・バーレーを君主に据えたいと思っていたジュリア・ファルネーゼと出会った。ダンスフェスティバルの席で彼がジュリアに求愛した際、彼は彼女のドレスの上に赤ワインをこぼした。彼はそれを死の予兆だと感じた。ピエール・フランチェスコとジュリアは最終的に結婚した。しかし、ボマルソ君主はそれから力を失っていった。時が経ち、君主は 自身の財産で大きな石の彫刻を作り、そこに彼の苦悩を表現した。彼は、ジュリアとマエル・バーレが自分を裏切っていると考え始め、彼の奴隷アブルにマエル・バーレの殺害を命じた。君主の甥いであるニコラスが見ている横で、先生術師シルビオは、魔法の薬を調合している。ニコラスは、好きを見て、それに毒を入れた。 君主ピエール・フランチェスコはそれを飲み、死に至った。イン・エイ・グルーミー・ガーデン。タイム、26名1967。オリバー・クヌーシン。ファーストパフォーマンセズ。ヒーニステラ・エス・ボマーゾ。テンポ 19,、119、48から49。セックス・アンド・ザ・ストレート。レース・ド・ストロングマン。タイム、18・オーガスト1967。ありがとうございます。